アメリカ通商代表部のカーク代表は30日 TPP ・環太平洋経済協定の交渉参加を表明した日本との協議開始までまだ時間がかかるとの見通しを明らかにしました。 カーク代表は TPP への日本の交渉参加についてアメリカ議会内での交渉を始めたとしながらも交渉参加について9カ国での合意形成には時間がかかると述べました。 一方で野田総理が農業分野の市場開放に前向きな姿勢を示していたと改めて強調し日本が農家などの反発を乗り越えて TPP に参加することに期待感を示しましたまた、参加国による最終合意については来年末を目指して全力を挙げると話しました。